どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画では10月買って良かったものっていうのをシェアしていきたいと思います。なかなかいいアイテム、身軽になったアイテムだったり、日々やっていることがさらに良くなったり、ストレスが解消されたりっていうアイテムがありましたので、今回はそれをシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。ではまず1点目がですね、あ、これですね。はい、こちらにある、ここにある、これなんです。これ知ってる人いますか？これは東急ハンズで買ったんです。でメーカー名がマーナさんっていうところです。でこれのトーストスチーマー K71 っていう商品です。お値段が1188円と、いいなんかゾロ名が続いてますね。エンジェルナンバーかなみたいなやっていくんですけど、表面はすごいザラザラしています。なんでしょう、あのお風呂に敷く土層のやつみたいな、ああいう感覚ですね。すごいザラザラします。で使い方としてはこうやって水に浸すんですけども、浸した後ですね、この乾燥がめちゃくちゃ早いんです。これもう乾燥していくんです。ほらこんな感じで、でこうやって水でたっぷり濡らしまして、この中に入れてスイッチオンと、はい、これだけでパンが劇的に美味しくなるっていうのをテレビでやってました。あれ、ショッピーさんテレビ見るんですか、断捨離したんじゃないですかっていうツッコミが飛んできたと思うんですけども、あのテレビを見ている彼女から聞いたっていう感じですね。はい、お、いい感じで焦げ目がついてきましたので、じゃあそろそろ揚げましょう。おー、美味しそう。そう、もう正直この段階で全然匂いが違うんですよ。そう、食べてみましょう。ではでは、いただきます。ちょっと立ちながらで泳ぎ悪いですけど、いただきます。うーん、うまっ。サックサクですよ。うーん、外がめちゃめちゃパリパリで、でも中はふわっとするんですよ。なんかホテルのパン食べてるみたいな感じです。お、すんごく美味しくなるんですこれ。あ、美味しかったです。こんな小さいもので全然場所も取らないですし、そうなのにパンがめちゃくちゃ美味しくなるっていうので、そう、これは本当に買ってよかったなって思います。あ、美味しかったです。じゃあ歯を磨きたいんですけども、あ、そうそう、ここでも買ってよかったものっていうのがあります。それがですね、よいしょ、はい、それがこちらです。これは視聴者の方に教えてもらったやつなんです。なんだっけ、ホワイトニングパウダーっていうやつです。ドクターオーラルさんから出ているホワイトニングパウダーっていうのがおすすめですよっていうふうに視聴者の方から教えてもらいました。ライブ配信だったか動画のコメントだったかっていうのはちょっと忘れちゃったので、まあ、もしあの動画のコメントだったら、文字出てたらここら辺に載せておくんですけども、これを視聴者の方に勧めてもらったので買っていました。ですね、どういうものかっていうと、Amazon で2280円で注文したやつなんですけども、評価が530あるんです。530あって星4つっていう、めちゃくちゃ評判のいいホワイトニングパウダーでした。でどういうのが特徴なのかっていうと、これはなんかその天然パウダーが 40% 配合されていて、まあ、すごくいいみたいな。そう、ただこれをがっつり2、3ヶ月使ったんですっていうわけではなくてですね、正直まだ彼女が買ってきたこのスティーズさんから出ているホワイトニングっていう歯磨き粉も使っています。なのでそんな毎回このドクターオーラルさんを使ってるかって言われたらそうではないんですけども、とこのこういった感じの完全にパウダーになってます。なのでこっちの歯磨き粉が使い終わってたらこちらのパウダーに 100% 切り替えていくっていう形になるんですけども、これをまあちょいちょい使いながら2週間前に歯医者さんに行ったんです。でその時にその歯の白さどうですかねみたいな確認をしたんです。そしたら、これよりもさらに白くするためにはオフィスホワイトニングをする必要はありますけど、ただその本来の歯の白さを保ってますと、まあ、要するに黄ばんでませんよっていうふうに褒めてもらいました。なので、あ、やっぱこれもちょっと使ってて効果があるのかなっていうふうに
感じました。この歯磨き粉のおかげなのか、このパウダーのおかげなのかって言われたらちょっと微妙なところもあるんですけども、ただそれまでは僕歯黄ばんでましたんで、でそれをこれ使ってからやっぱちょっとずつ白くなったなっていう感覚もあります。なのでまあそれはこれから使ってみてさらに変化があったらシェアっていう形になると思いますけども、ただ今回これ買ってよかったなってもう早速思ってます。ありがとうございます、教えていただいて。続きましてこちらです。無印良品さんから出ているエッセンシャルオイルヒノキの匂い 30ml です。これは毎秒使ってますね。もう使わない日がないではなくて、使わない時間がないっていうぐらい僕はこの部屋にいる時には常に使ってます。そのね、なんでこのヒノキなんですかっていうと、その僕が最初に彼女の家に行った時にこれを使っていたんです。で僕この匂い嗅いでからもう彼女の家なのに彼女のものなのにもう自分が勝手に自分のように毎秒使ってるっていう、その途切れたら必ずもう対して使ってたんですよ。もうそれぐらい最初から好きでした。でこの物件に引っ越してきてそれがなくなっちゃったんですかね、確か。そうで、あ、なくなっちゃったねということでまたこれが欲しくて、で恵比寿の無印に行った時になかったんですよ、売ってなかったんです。で、あ、残念と思って、まあしょうがないからじゃあこっち一回買ってみようかということで、ニトリさんから出ているこのスイートオレンジっていうアロマオイルを買ってみたんです。でそしたら、まあ、この部屋が広いからかわかんないですけど全然匂わないんですね全然匂いがしなくて、ちょっと匂ったとしてもあんまり癒しられないというかリフレッシュもしないですし、そうということでまたこれを探してですね、これは自由が丘の無印で買いました。はい、なのでこれは本当にもう買ってよかったって思ってます。もう買った瞬間からもうこれもずっと炊いてます。でこれも無印で売っているアロマのランタンですか、ランプっていうですか、はい、っていうやつです。でこれは引っ越しの時に彼女が向こうの家から持ってきたものです。で使い方としてはこれをこの線まで入れます。はい、こうやって線まで入れまして、このアロマをこうやってピッ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 って、あ、ちょっと消しましょう消しましょう、はい、でこれでアロマを 1,2,3,4,5 とかって、まあ、5滴ぐらい垂らして、でここにスイッチがありますので長押しするとピッツピッと、はい、こういう感じですね。もうこの煙で癒されますもん。ちなみに蓋をしないとどうなるかっていうとですね、こんな感じになります。やっぱこの匂いって脳にめちゃくちゃ作用するんだなっていうのは感じます。もうこの匂いを嗅いだだけで一瞬でリラックスしますし、お仕事をしている時にこれを炊くともう一瞬で集中モードに入れるので、そう、もう本当にもうこれ持ってな海外行きたいですね。あ、やっぱり時価はきついのでこうやって炊いた方がいいですねそう、めっちゃいいんですよこれ、本当買ってよかったです。あとこれを今月買って身軽になりましたみたいなアイテムはないですかね。あ、でもちょっとじゃあ番外編としておすすめしてみたいものがあります。それがこちらです。アックスさんから出ているボディスプレーフレグランスってやつなんですけど、はい、これがですね僕の中では身軽になったなっていうアイテムなんです。じゃあどういうふうに身軽になったかっていうと、僕ですね最近じゃないんですけども、大学生の時からずっと変な匂いがする汗が出るんです。まあ、要するに男臭い汗が出るんですねなんで今遠回しに行ったんだろうみたいな例えば電車でこう座ってじーっとしていて、駅到着しましたと、で、あ、着いたなと思って立ち上がってファッってやったら、この頭のところにある空気がファッってこう来た時に、うわクソってなるんですよ。自分の匂いにクソみたいななるんですよそう、なので、あ、これまずいなと。やっぱりその自分が臭い匂いを発しているって思ったらもうそれだけでセルフイメージって下がっちゃうと思うんです。で僕はもうバーン下がったんです。ちょっとごまかしじゃないですけども、うん、この匂いで一時的にいい匂いをさせようと、で周りの人の電車乗ってる人、周りの人のこう迷惑にならないようにしようっていうことでちょっと買ってみたんですね。まあ、臭い匂いは出してるんですけども、それを囲うようにいい匂いがちゃんとカバーしてくれてるということで安心にもなりましたし、匂いがとりあえず対処できたことによって自分のこう安心して堂々と構えられるようになったんですよね。そうっていう何の話って感じですけど
自分の今の匂いになんかこう嫌だなと、自分の匂いに飽き飽きしている人、自分の匂いがなんとかできないかなって思ってる方は、とりあえずこういったボディスプレーをプシュってかけておけば、それがなんかこう自分は大丈夫だっていうその安心感とか自信につながると思いますので、そうなので僕はこれ買ってよかったなと思いますし、これがなくなったらまた同じものを買おうと思います。はい、という感じでやってみましたけども、いかがだったでしょうか。はい、まあ、今月はですね、匂いの部分だったり、あと食の部分だったり、この体がどんどん身軽になったり、心が軽やかになる、そんなアイテムを買ったと思います。で、それに対していいなっていうふうに思ったっていう、そういう月ですね。はい、まあ、なんかストレスを抱えてるってわけじゃないんですけども、自分の生活の質がまあ、どんどんブラッシュアップされてるなっていう実感がありますので、そう、今回この紹介したアイテムが一人でも多くの方の役に立ってくれたらすごく嬉しいです。また来月ですね、来月末になったらその11月買ってよかったものっていうのをやってみたいと思います。1個でもやりたいと思いますんで、はい、その時にシェアさせてもらいます。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。